あとは武器を改造してエーテル結晶を組み込めばよいのだな。うん。ラダムさん、霧の獣に城門を破られました。なんだと。あと少しだというのに。シルク、ここを守るのが先だ。行くぞ。ああ、霧の獣は私たちが対処する。そなたは住人の避難を。はい。テトはここを動くな。分かった。手を貸すぞ。この寄せ集めではデカブツは無理だ。私たちは周りの雑魚を。分かった。ここで止めるぞ。ああ、命乞いは効かないもん。蜂の巣にしてやるもん。ネネがマナーを教えてあげますもん。城門を閉じよ。今回はなんとかなったが、この人数では限界がある。しかもお前たちが霧の王討伐のため離れるのであればなおのことな。霧の王やっつけないとダメだもん。困ったですもん。メリア、私が岬の者たちをここに連れ戻す。無理です。彼らは我々を。彼らも分かっているはず。この危機にあってどう行動すべきか。いや、ハイエンターの兵士として彼らは分かっていなければならない。必ずや彼らを説得し連れ戻す。ラダム、私を信じよ。ここで信じてお待ちしております。タルコ、分かったから早く行け。まだ何も。戻るまでここの防備をと言いたいのだろう。戦力が足らんと言っているのに。いよいのか。私の気分が変わらぬうちに行け。すまん、頼んだ。新手です。複数の大型も確認。なんだと、もう来たのか。今これではさらに亀裂が広がったらここは持たない。急がねば。みんな行くぞ。お前たちは岬に行け。何を言っている。みんなで当たらねば。私には私の使命があるように、お前にはお前の使命があるはずだ。しかし、お前も言っただろ、今より亀裂が広がればどちらにしろこの戦力では守りきれん。今しか岬の者どもを連れてくる機会はない。誰か。ラダムがお前を信じたように、お前は私を信じろ。みんな、盟友の岬に急ぐぞ。マクシス、
このままじゃヤバい。わかってる。クソ、なんでここに霧の獣が。なんだ。マクシス、下がっておれ。ハエラ、なぜここに。全ての霧の獣を排除しました。次に備え、呼吸を整えろ。改めて確認をする。ハイエンターはシールドを展開し、縄文への突進を阻止。銃を持つ者は射程内に入った小型の掃討。目的はあくまでも時間稼ぎだ。霧の獣を全滅させることではない。間違うな。はい。霧の獣を確認。構えろ。霧の獣が一瞬で。そなたたち無事か。ああ。お前ら何者だ。我らのことはよい。そなたたちに頼みがあってきた。ことは急を要する。いえ。グランデルに戻ってはくれぬか。我らがあそこを出た理由を知って言っているのか。無論だ。それならば戻れぬ理由もわかるはず。グランデルが霧の獣に襲われたと知ってもか。それは本当か。わざわざ嘘を言いにここに来るほど暇ではない。グランデルの者たちは無事なのか。ああ、今のところはない。だが時間の問題だ。知っていたという顔だな、マクシス。いや、知りはしないが、ここも襲われたんだ。当然グランデルもとは考えた。であれば、近衛として何をすべきかということも分かっているのであろう。分かっているさ。だがお前が言うほど簡単じゃないんだ。簡単ではないのは理解している。だったらなぜ。見誤るな、マクシス。何だと。今大事なのは、そなたたちが守ってきた命が再び危機にさらされているということだ。だから、どんな理由があるにせよ、結局は自身の中で事実を受け入れ前に進むしかないのだ。マクシス、我々は幸せだ。どういう意味だ。戻れる故郷がある。何を言ってる。コートは霧の王に。だがそこに故郷がある。今は住めなくともな。し
しかし他の種族の者はどうだ。彼らは故郷に戻ることはできん。仮にここを出られたとして故郷が残っている保証もない。俺たちはあいつらを見捨てたんだ。今さらどの面下げて。今さらなどということはない。生きてさえいればな。それに多少のいさかいが起ころうと同じ地で暮らした家族だ。その絆は簡単に失われるものではない。マクシス、大切なものの価値、失ってから気づくのでは遅すぎるのだ。マクシス、俺はこの人たちと行く。やっぱり彼らを見捨てることはできない。マクシス、しょうがねえな。付き合ってやるか。マクシスさん、本当か。ああ、だがお前に説得されたから行くんじゃない。家族のために行くんだ。ああ、わかった。めんどくさいおっちゃんも。まったくですもん。世話が焼けるお姫様だ。メディアさんたちはまだか。まだ見えぬ。くそ、新たな霧の獣を確認。岬の者たちは我らを見捨てたのか。タルコさん、もう無理です。下がってください。あと少しだ。信じろ、我らの同胞を。信じろ、新たな指導者を。しかしこのままではあなたも。私が倒れた時はここを放棄しグランデルに落ち延びよう。やっと来たか、バカ者が。メリアさんだ。メリアさんが岬の者たちを連れて戻られたぞ。蹴散らせ。マクシス、ありがとう。いや、感謝するのはこっちだ、ラダム。あの時のお前の言葉がなければここでこうしていることはできなかった。何を言っている。そなたたちがいなければ我々はとうの昔に死んでいた。探してるもん。治療したら帰っちゃったもん。これ以上の厄介事はごめんだ。
って言ってたですもん。タルコらしいね。まったく。メリアさん、あなたを信じてよかった。あなたは我々の救世主です。いや、皆がいなければ無理であった。ちょっと待て、お前メリアというのか。そうだ。まさかメリア・エンシェントではないだろうな。エンシェント？まあそう呼ばれることもあったな。なんだと？お前が？いや、あなた様がメリア皇太子。急にどうした、マクシス。バカ野郎、この方は今は亡きソレアン陛下のご息女、次期皇主のメリア・エンシェント皇太子だ。本当なのですか？故意に隠していたわけではない。身分を明かせば希望になるかもしれないが、同時に絶望にもなりうる。今の民に必要なのは希望のみだから明かさなかったのだ。今はまだ普通に接してくれ。さあ、もうこの話は終わりだ。やらねばならぬことがまだある。霧の王の討伐ですな、メリア様。我ら護衛としてお供いたします。ならん。そなたたちはタルコと共にここで霧の獣からグランデルを守れ。しかし。聞け、マクシス。同胞の無念を自らの力で晴らしたいそなたたちの気持ちは痛いほどわかる。だが、亡き同胞のため生きている同胞を守る、これこそが今のそなたたちがやるべきことではないか。そなたたちの力、グランデルの地、タルコの式、そのどれが欠けてもここは守れない。分かってくれ。分かりました。我らは城壁警護の任につきます。すまない、頼む。メリア様、どうか。必ず。マクシスさんたちのためにも霧の王を倒さないとね。ああ、ラダムのところで武器の改造をしよう。よいか、ラダム。はい、もちろんでございます、メリアさん。できた。もうそんなに変わってないもんですもん。だな。まあ組み込んだだけだからね。だがこれで霧の王が倒せるのだな。うん、理論上はね。いよいよクライマックスですもん。霧の王、待ってろもん。では行ってくる。無事に帰ってきてね。ごちそう用意して待ってるもん。テトもみんなを心配させないようにするですもん。できたのですね。ラダムさんとテトのおかげです。ご武運を祈っております。ありがとうございます。霧の王は離宮だ。見たのか。ああ。だがどうやって離宮に。私も何度か行こうとはしたが、転送装置が起動しなかった。私しか認証できないようにしているからな。なぜだ。お前たちが来る前、テトを霧の王から救ったのが離宮だったのだ。そして封じるつもりで転送装置を切った。だが奴は。奴には転送装置など意味がなかった。
しかし何かあったらと思い今まで封じてきたのだ。それはこれを認証として使った。持っていけ。もう私には必要がなくなった。そうか。ここの守りは任せろ。ああ、当てにしている。ハイエンターの未来託したぞ、メリア。わかった。必ず守ってみせる。さあ、行こう。うん。みんなは、ネネが守るですもん。勇者キノのおとりも。勇ましき者たちの旅立ちに、我らの敬意を。